ベネリ M3 は、イタリアのベネリ社が、ベネリ M1、M2 の後継モデルとして開発した、三段銃である。イナーシャーシステムと呼ばれる反動を利用した特殊な、セミオートマチック機構を持ち、これまでのオートマチックショットガンの弱点とされた、連射速度の遅さを克服している。その上、フランキ社のスパス12と、同じく、フォアグリップ前方のリングの操作によって、状況に応じて、 作動機構をポンプアクションに切り替えての射撃もできるため、スパス12を上回る即射性に加え、スパス12と比べて1キロ近く軽量で、また従来のショットガンと何ら変わらないフォルムによる取り回しの良さを持っている。しかし、この作動方式は構造こそシンプルだが、威力の異なる様々な弾薬に対応しづらく、銃本体をあまりにもしっかり保持して、 銃を固定するような形にしてしまうと反動を吸収せず、作動不良を起こしかねない、ショートリコイル方式の弱点も抱えている。そして、セミオートマチック専用であった全世代の機種に比べると、セミポンプ切り替え機構による重量増が先端部に集中しており、若干重量バランスは悪くなったとも言われている。ストック付きのピストルグリップモデルや、クロムステンレスモデル、 ストックレスのショーティーモデルなどのバリエーションモデルも存在する。その完成度の高さから、米国の警察機関をはじめ、世界中のスワットチームが採用しており、日本国内でも若年層の所持者を中心に狩猟用、スラック弾による性的射撃用として相当数が流通している。軍用銃がそのまま手に入るのは稀なことである。また、 海上自衛隊もピストルグリップ折りたたみ重傷型の M3T を採用しており、核護衛艦に搭載している。単重心の M3 を構えるニュージーランド軍の兵士、ありがとうございます。